米沢みのるしん、古典部シリーズ二人の距離の概算、二人の距離の概算は、2010年に角川書店から刊行された、米沢みのるしんの推理小説、古典部シリーズ第5弾。野生時代2009年11月号から2010年4月号まで連載され、2010年6月に単行本化、2012年6月22日に文庫版が発売され、A 大は、 イット・ウォークス・バイパスト。2012年に古典部シリーズのアニメ化作品、評価が放送されている間、裏面にアニメ版の表紙を飾ったリバーシブルカバー仕様となった文庫版が発売された。本作はマイクル・ゼット・リューイン・著、A 型の女の A 代、アスク・ザ・ライト・クエスチョンから想像した内容をもとに、構想段階でスティーブン・キング・著、死のロングウォークも意識して作られている。 本作から古典部は高校2年生に進級、古典部2年生5月末のマラソン大会を起点に、それ以前の出来事を連作短編形式の回想として描く。笹久太郎たち古典部も2年生に進級してからの5月末、神山高校で 20km を走るマラソン大会、通称星型2杯が開催された。だが、その前日古典部では、 1> 新一年生の新入部員、大日向優子が、本入部届け提出直前となって、入部を辞退する事件が起きていた。部室でのエルとのやりとりがきっかけにあるようだが、一緒に部室にいた、笹久太郎は一部始終を聞いておらず、さらに大日向は、部室から去った後、マヤハナニエルは、菩薩みたいな人だというような謎の言葉を残していた。この一件で、大日向と向き合う決心をした。 笹久太郎は入部届け締め切り日である星が谷入囲の 20km を走る間これまで大日向と関わってきた出来事を思い出しながら大日向の心境の変化の理由を探っていく大日向は何か意見を伝えている時に時折枕言葉に友達が言っていたとつけて話していた今まで遠曲に自分の意思を述べていると考えていた笹太郎は大日向が言ったこととは 違うことをしていた、ある場面から、その、友達が実在の人物で、高校に入って、友達はいないと語っていたことなどから、その、友達は、かぶらや中学時代に、塾で知り合ったか三年生になってから、かぶらや中学に転校してきた子で、神山高校とは別の高校に進んでおり、大日向にとって周囲に知られたくない存在だったと、推理する。そして、宝太郎の誕生会で、 佐トシにエルの人脈の広さを強調されたことも、相まって、先端タンヤとのつながりから捧ぐ太郎たちの、カブラや中学時代のクラスメイトまで知っているエルを、大日向は、友達の存在を知っているのではと、疑心暗鬼に陥り恐れていた。喫茶店での阿川を知っているかとの質問はエルの、交友の広さを確かめるために発せられたものだった。さらに決定的になったのは、 放課後の会話でマヤハナが人間関係のもつれから満件をやめてよかったと肯定するエルの言葉を大日向は友達を見捨てた方がいいと言われていると捉えてしまっていた。大日向の羽振りのいい趣味、思考の起因でもある彼女の友達は自我が強く、大日向と遊ぶためには手段に躊躇しない性格で、大日向と遊ぶ金欲しさにお金持ちである祖父から大金を騙し取っていた。 大日向はその友達とは別の高校に進学したものの、その時に学校は別々になっても友達だともう一度約束しており、友達の罪や関係、そしてエルにそのことを指摘されることを恐れていた。笹ぐ太郎は大日向のエルへの誤解を解いたものの、大日向が抱える問題を解決に導くことはできず、結局大日向はエルに謝る気持ちだけは伝えて、 古典部に入部しなかった。佐藤氏に結果だけ伝えた。笹具太郎は自分のいる世界の外の問題に関わることについて考え悩んでいく。そして大日向がいルを警戒するきっかけとなった、そうだという言葉と大日向が友達をそのこと言いかけて、あの子と言い直したことから、大日向の友達が、そうだそのこと言った名前ではないかとも思い浮かべていた。その後、佐太郎は、 後ろに置いてきた大日向との距離がどれぐらいのものか、もう概算の仕様もないと思いながらマラソンに戻っていった。ありがとうございます。